1>, 1日2日前ぐらいにねあれはいちょっとあのあれだってね音信普通すぎたよね私 <laughs> 全然携帯触んなくてすごいなんかデジタルデトックスしてたんですけどはい すみません。心配だったよね、みんな。すみませんね。もう今年が終わるね。そうですね。もう31日なので。明日じゃないや。<laughs> 明日がもう来年。ですね。久しぶりにお声を聞けて嬉しい。すみません。突然、音信不通で <laughs>。あのー、もしかしたら。 リカちゃん風邪もうか回ひどくなっちゃったかなとかあとはなんか「メンタル大丈夫ですか?」とかいろいろね来てたんですけど大丈夫です今のところ全然携帯触ってなくてなんか年の瀬ってさまあちょっと言ったらここだけの話ここだけの話。ここだけの話 煩わしいじゃんわ <laughs> かるなんか忘年会とかさそういうのからもう一切こうなんだろうなんだろう誘われたくなくてっていうのもあったりとか人とあまり関わりたくないなっていう感じがちょっとあったので。 あのデジタルデトックス含めっていう感じでやらせていただきましたありがとうございますだからこう SNS 更新しないってことはなんか具合悪いのかなとかさそういう感じでこう思っててなんか周りも察するじゃんそのファンの人たちだけじゃなくて周りもなんか察してくれるじゃんなんか <laughs> それがちょっといい感じに働いたらいいなっていう。 感じでちょっと身を潜めておりましたまあ自衛なのでねこれは許してほしいんですけどいい感じでありますねそうなのそうなだからちょっとなんだろうまあ割とゆっくりできたかなっていう感じはしましたけどでもね同時に皆さんにね寂しい思いをまたさせたんじゃないかなと思って ちょっと心配ではあったのでネタであろう時間皆 <laughs> ネタであろう時間にちょっと参上してみました久しぶりにねこの時間帯真夜中っていう <laughs> そうこっそりやろうかなと思って。 これをさなんか大々的にさ「やってるよ」みたいな感じでさ9時ぐらいにやるとさ「あリガちゃん元気なんだどこにいるの?」みたいな感じになるじゃん「ナ <laughs> みにいかうや」みたいな感じになるじゃん年のせってそれがすごく嫌で <laughs> ちょっとバックレさせていただいてるっていう感じですねはい LINE もね一切返してないしねもう見て,見,て見てすらない <laughs> ごめんけど見てすらないうんそうなのよだからちょっとなんだろうなまあチャットぐらい更新しようかなと思ってたんだけど全然あのなんて言うんだろうマジで携帯を触らなくて <laughs>。 ほんとデジタルデトックスって感じだったんだけどうんだから何もしたいんだよね私マジで <laughs> しっかり休んでしまってたごめんだけどうんなんか配信をやるってなったらさやっぱちょっと配信モードになるんだよねだからうん 配信モードを入れたくないからもう見ないようにもしてたしみたいなそうでなんかそのクリスマスに思ったの私はなんか配信しなきゃっていうこの念に私自身が取りつかれすぎてると思って。 これはちょっと結構ぶっちゃけクリスマスらへんでなんか気づいたわけよ。なんかあれこれ私自分で自分を追い込んでるパターンのやつだなっていう感じで思ってまあそのファンの人たちもねその離れていっちゃわないかなとかも不安とかもあったからいろいろそういう感じでやったりしてたんだけど。 そうでもなんかこうまあもう,ゆもう言っていいよねこの時間インフルだったんだけど <laughs> インフルをこうなんかになってたから余計ちゃんと考えてあちゃんと休む時は休まないと本当に壊れるなと思ったしなんか余計にできなくなるから。 その戻りも遅くなるしみたいな <laughs> だからまあファンクラブではねずっともう先に「それっぽいインフルです」みたいなこと言ってたんだけどでもなんかわかんない人もいるじゃん急に配信しなくなってさそうそうだからちょっと <laughs> インフルスマスだったね私 <laughs> 今はね全然大丈夫結構休めたちゃんとしっかりただ音信不通でごめんね <laughs> ちょっとの間ゆっくりさせていただきました <laughs> はいでもやっぱ少しさ 離れるとさみんなやっぱ不安になるんだねもしかして風ぶり返してるとかもしかして体調悪いとかもしかして心が病んでるとかいっぱいなんか心配の <laughs> 心配のチャットの返信が届いてたよ <laughs> 今さっきこれ始める前にちょっと見ててなんか1時過ぎたらやろうと思ってたのそれも。 なんかちょっとなんでんなんだろう関係者を煙に巻いてるんだけど私今 <laughs> 関係者を煙に巻いてる状態であのやりたくて1時ぐらいになったらやろうかなと思ってたからその前ちょっと暇だったしと思ってミスしたのそしたらみんな結構心配系のを送ってきててそうだよね急に温心捨てだったら普通心配するよねっていう感じでびっくりした。 うわくちゅんでた煙黙もく,もくの巻き添えでありごめんねほんとに <laughs> なんか一言言ってから休めようって感じでね <laughs> 気分で生きてるからさなんか休まないとダメなんだって思ったらもういてもたそう思い立ったらすぐ行動って感じの人なので私はなんかだからゼ1 0 0なんだよねほんとごめんね え、そう、でもなんかみんなのこと心配させたみたいでちょっと反省しましたこれからは一言言ってからいなくなりますなんか探さないでくださいみたいな <laughs> そしたら結構あリガちゃんデトックスのターンね了解ってなってくれたら嬉しいなっていう <laughs> 探さないでください,い,い <laughs> あれ配信できそうって言ってたよなってなってた <laughs> ごめんなさい本当にごめんなさい 探さないでくださいって言うわ元気そうで本当に良かった <laughs> あとうちょっと探さないでください <laughs> 探さないでって言うあーりかっちゃんデトックスタイムだって思ってくれたら嬉しいです大事だよデジタルデトックスなんか健康になるマジで <laughs> 健康に順調に太ってる私は今手書きで縦書きに書いてありそう <laughs> じゃあ手書きの縦書きを私はしゃべって送るねチャットにそれでみんな察してよ、うん、見たい <laughs> 筆ペンでちゃんと やさない,でくださいそれだたら全てをたらすべてそうだよねでもなんかほんと気づいたんだよ私今回のそのインフルスマス事件でちょっとねあの気づいたなんかあ私は自分のことを追い詰めすぎてるだってみんなもさなんか無理してさ倒れてる私見たくないでしょ しかもさ、私が無理って配信して倒れたらさ、あ、俺らのせいかも、みたいな <laughs>。なんかちょっと、ちょっとさ、責任感じるじゃん。だからなんか、あそう思ったら、友達に、なんかそう、なんて言うんだろう。ファンの人たちが、なんかそう思っちゃうんだったら、と思って。 まあ何も言わずにいなくなるのもさ、心配するだろうけどね <laughs>。しかもさ、しかもさ、めっちゃ意味深のさ、元気くださいみたいなさ、インスタのさ、質問箱を開放したままいなくなるちょっと結構やばいよね。メンヘラすごいメンヘラじゃんっていう <laughs>。ごめんね。別にそういう意味じゃなかったなんか。パワーが欲しい時とか、 眠れない時とか、インスタやっちゃうんだよねえ、そうだからそれ見てなんかもしかして病んでるみたいな感じで送ってきてくれた子がいて「いや違うよ」って <laughs>。いや病ん,では病んでないっつったらそんなことないけどでもなんか自分が今。 その休まなきゃいけないターンだってことを気付かないままずっと来たからなんかなるほどね今かと思って飛び乗ってしまったわけですよその波に <laughs>。ごめんなさい。 今理解したのでこれから何も言わないときはデジタルデトックスなど思 <laughs> はいすいませんお願いしますあれだね結構起きてるんだねみんな誰がいるのか見よ待ってねあれこれどうやって見るんだっけだらんあれどうやって見るんだっけ見えないみんなのこと見たいのにあこうえいや違うな こうかな違うあれ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  <laughs> 見方分かんなくなっちゃったあ見える範囲で寝れないの長期休暇になると一瞬で治療逆転するので <laughs> そ社会不適合者って言うんだよ しげしげさん、せんぶりる、あー懐かしい。味噌汁さん、アルファさん、ビドさん、こうすけさん、かめこさん、ポロポロさん、んひげゲマジン、ヒロニャン、キリュウさん、あれ見えなくなっちゃった。あ、見えなくなっちゃった。あ,ななたあ、焼肉さん、レイトさん、 ダカウスワークさん <laughs> ちょっと読めない。ドラミチュン沼さん。愛知のターボーさん。鉢巻さん。高かさん。フリエルフィアートさん。あきちゃんマン。まえじゅん、おやすみなさい。寝るやん。まえじゅん寝るってみんな。おやすみ言ってあげて、まえじゅんに。まえじゅんおやすみって。おやすみ。<laughs> 舞順寝るってさ、舞順おやす親友舞 <laughs> 順いい夢見てね <laughs>。もう優しいねみんな。舞順おやすみ <laughs> 友達なんだけど <laughs>。 距離感バグってるやつ何人かいるな絶対知らんやろ前順のことあんまりおやすみいやいいよそういうところが2割のいいところで「前順って名前がいいよねちょうどちょうどいいよね「前順ってわかる 真悠潤はじめましておやすみじゅん明日の朝早いもんねお前何を知ってんだよ <laughs> トカゲさんごじゅんの何を知ってんだよ私も何も知らねえけど <laughs> 友達感あるね <laughs> 最初の会話おやすみってやばいねじゅんやばい人だったらどうすんのめっちゃ怒ってたらどうすんのよ 怖いからフフ <laughs> <laughs> マイジュのこと何も知らないのにあれマイジュン明日早番だっけだから何を知ってんのよ <laughs> <laughs> 本当にノリ好きなんだから君たちは <laughs> ハムちゃんサーヤちゃん大将さんあ大将さんはねよく来てるねカピちゃんいるやん姫爺もいるじゅん、明日ダクト掃除すんだそうなんだ今度飲み行こうじゅん、多分もういねえけどな 多分もういねえぞおもろみんな変な人こんなに前ンフィーバー起きてるのに寝ちゃったのもったいないイジ <laughs> っン名前がいいよなマジでちょうどいいどうでもいいけど どうでもいいけどちょうどいいりがちゃんこんばんはこんばんはまいじゅんもこんなことになるとは思ってないだろうから、ね、だからさ友達なの君たちはねねえまいじゅん今日の天気はねえねアレクサみたいに言わんでお願い シリみたいに言わんで本当にお願いだからまあ友達みたいなのもん前順なら笑って前順フィーバーやめてくんない寝るだけでこんなに話しいの本当だよな前順お休みつって寝ただけだろ 超有名人じゃん。それなんかバズってるさ、ツイートのリップにあるやつやん。日本でたくさん猫がいる。えあれじゃないの石垣じゃなくて。あれなに、石垣もたくさんいたけどね。なに、何島だっけあるよね。 ただ寝るだけでバズる奇跡の前順キャンドル絶対言わんからな私はその先を島い <laughs> いですねねっ島いいよね やめてキャンドルジュン思い出すからこの間の配信で何か言ってたよなキャンドルジュンの話なんだっけもう忘れたわキャンドルジュンの下り全部忘れた <laughs> キャンドルジュンの下り全部忘れちゃったどうしよう <laughs> えーっと キャンドルジュンみたいな耳してても嫌いにならないのかの話 <laughs> よく覚えてんなそんなのピアスがかっこいいって話あそうそう <laughs> だからキャンドルジュンみたいなピアスしてしてても嫌いにならないでねってみんなに言ってたの理 <laughs> 科が何しても嫌いにならないって言うからじゃあ言うけど キャンドルンみたいなピアスしててでもそれが実はキャンドルでそこに火をつけたら髪の毛燃えるよねみたいな <laughs> そんなとこまでは話してないんだけどなんかそうなったら耳も熱いよねみたいなそ,うそんなことになってて一人でてんやわんやしてても嫌いにならないでねっていう話をしてたの。 そそうそう髪の毛燃えると危ないよねって髪の毛燃えたら右側だけ刈り上げみたいになるよねってそしたら余計にやんちゃ感増すよねっていう話をしてた <laughs> してないよね <laughs> っていう話はしてないんだけど <laughs> っていう話は全然してないんだけどそれなんだっけそれ何の流れからそうなったんだっけ 刃を虹あそうそう八重歯をね剣士を虹色に染めててもそれで配信で私が「見て見て虹歯」って見せびらかしてても嫌いにならないでねっていう話をしてたの <laughs> 絶妙じゃん嫌じゃない剣士が虹色のさ虹ばを持つアイドル嫌じゃない 嫌いにはならんのよ <laughs> あ、江ノ島ね江ノ島猫いっぱいいるよね行きなよえ、そうそう、虹場あとなんつなんて言ったっけあ、そう、片っぽのケツが片っぽのケツがめっちゃザラザラで、片っぽのケツがめっちゃつるつるのプリプリだったら嫌だよねって いう話をしてたのなんか <laughs> 片っぽを削って言わんヤスリの上に座るともおっしゃられておりましたねね、そんなことを丁寧に報告しなくていいんだよステラさん、お願いやめて <laughs> お願いお願い <laughs> すごい丁寧におっしゃられておりましたじゃないよね <laughs> 本当にいい加減にして君たち <laughs> えそうそう「異素材イ素材のケツってどう?」っていう話をしててあそうそう「腰あんとつぶあん」的な話分かりやすく言うとねそうそう新幹線でたまたまズボン履いてなくて痛いから左ケツだけで座ったら左ケツがザラザラで右ケツがプロプロになったっていう。 そういうい話を何の話してんの私いつもの配信でやばくないねえねえ <laughs> 何の話してんの私は自分で説明してて意味わかんないんだけどこの時間にもう一度説明しても意味わかんないんだけどねえ <laughs> お願い <laughs> やっときね本当にお願い片っぽのケツザラザラって何あと日バって何 ねえ。わあ、さすがキャンドルンだね。耳のすごい変なピアスまでキャンドルなんだ。じゃないよ。ねえ。キャンドルンリスペクトじゃないんだよ。お願い。あなたたちが止めなかったらこうなるわけよ。ねえ。<laughs> お,ねお願いだから。お願いだから、ほんとに。<laughs> いい加減にして。<laughs> <laughs> お願いお願い一緒に来ないでそのなんかやばい領域まで一緒に来ないで止めて君たちが引き止めるんだよお願いブレーキ壊れたこの車に一緒に乗ってねえイエーイじゃないんだよ君たちがブレーキを踏むんだよねそれでも止まらなかったら降りてわかる反対方向ににみんなななで押さなきゃいけないけのに アクセル振り切ってんだよね全員リガさんはの走る後ろに道はできるのでございますとんでもないガタガタ道やけどねほんと本当にごめんだけど <laughs> 申し訳ないんだけど 確認なんだけどさ誰もブレーキを直そうっていう気はないわけその不毛はもうしない人たちばっかりなんだって分かったよそうなんか私が下ネとバンバン言ってる時もみんな止めないしねだからなんかもう分かったそれはもう十分重々わかりましただけどもあのー、そうなんか直そうかなそろそろみたいなリカちゃんのブレーキそろそろ直してあげなきゃやばいなみたいなそういう人っていないわけ 法定速…あっこの速さしか知らないんだみんなそっか私が洗脳しすぎたんだオッケーオッケーじゃあ違いますなんと <laughs> 違います <laughs> みんな違うんですこれ実はおかしなおかしな元アイドルの像 こ,これは <laughs> あのナチュラルじゃないですニュートラルなアイドルはもうちょっと品がありますしあの言葉も気をつけてますしはいはいすいませんねちょっとそこだけお願いしますね <laughs> ごめんごめん勘違いしてるみたいだからみんなに。 衝撃の事実ダメだもんでもさ普通おかしいと思うよね片っぽのケツがザラザラーとか言って「いそざい!」とか言って喜んでる元アイドルの話聞いてて「この子やっぱおかしいんだな」って「やっぱリカちゃんって変だよね」っていうコメントが普通なのに。 ね、なんでズボン履いてないんだよ」とか言ってなんかその先を求めてくるじゃん私に「えー、たまたま履いてなかった」とか言っ,て言ってたけどさバカなんだ全員 <laughs> あー分かった全員バカなんだ。 素晴らしき日常でありますねうんえっとうんじゃ,いい <laughs> うじゃあいいやもうじゃあいいやんでもいいよいいのか <laughs> ここの居心地ってやっぱ異次元だな安心するそうだよね2割のファンだもんね君は。 まあ、でもそんな君たちを誇りに思うよ東京から江ノ島まで遠いですねまあ若干そうねそうねどうだろうか私全然知らないわ江ノ島がどこにあるのか。 ごめんねすごい適当に返事してた江の島って近いんでもなんか江の島って陽キャが行く島っていう感じどこにあんの日本的には あ,あ、え、でも別にそんなじゃない東京からそんなじゃない鎌倉の方なんか今地図見たらそんなだったけどね。 うん、えレンタカー運転できる人なら普通にレンタカー借りて行って帰ってこれる距離だよね高速乗れば日帰りできますね,ね東京ならね多分行けると思うよ 知らんけど行ったことないから <laughs>。なんか全然行ったことないから知らんけど。渋滞すごいよ。ああ、今の時期そうかもね。電車の方が早い。あれ何が混むんだっけ上り <laughs> 帰省ラッシュだと下りが混むんだよね。 マジで渋滞えぐいあそうなんだ私さ運転しないしさ全く分からんわ申し訳ないけど休日はひええー、そうなんだそう今日はバスに50分近くかんマジで帰省にいやそうなのよ 帰省のこの時期だとほんとどこもね高いしね旅費も。どこ行くってなってもめっちゃ高いと思う新幹線とかも飛行機も上がってるしホテルもね。 バス停じゃないところで降ろされてバイト先まで走りましたわわ江ノ電に乗れるああなるほどねそういうはいはいはいまあでも混むだろうな正月はねもうだって明日正月でしょ 明日ハッピーーーニューイヤーだよマジきめ <laughs> いやでも2023年はすごいなんかいい年だったな普通にいい年だったなんか幸せが凝縮された年って感じの。 し年越したくないの、うん、越ししたたくくなないいのうん、だっていい年だったんだもん楽しすぎて2023年が <laughs> 普通になんか普通に楽しかった2023年、まあ、みんなにとっても私にとってもなんか夏が充実してると結構なんか充実感満載なんだよねだからなんか この夏は間違いなく充実してたし夏って短いじゃんでも冬は1年に2回来るんですよ始めと終わりで夏は結構盛り上がりの時期だから ごめんあの夏は結構盛り上がりの時期だからそうなんか夏がいっぱいこうギュッて楽しいこと詰まってたら私はなんか今年いい年だったなって思うのまあ夏女だしねそう一番なんか頂点の時期だしだって誕生日もあったし卒業もあったしなんか。 やっぱ夏にかけてのスケジュールにしてマジで良かったって思ったのすごいこのスケジュール感なんか春に発表して夏に卒業って私もうほんと最初に卒業考えた時から絶対そうしたいと思ってたからうんだからなんか結構私的にはなんか 本当夏めっちゃスケジュールバンバンだったけど <laughs> パンパン通り越してバンバンだったけど <laughs> でもなんかすごい楽しかったからなんかその分今その分のなんか疲れとか辛かったことは今この時期秋から冬にかけてで。 結構癒えてきてるしそうそうだから結構私的にはいい年だったなあっていう感じ完璧なスケジュール感で完璧に全部こうこなせたっていう満足感のある一年でしたね。 うん、ちょっとギュッとしすぎてたけどねほんとなんか4月5月3月からか私ほぼ休みなかったから <laughs> 毎日なんかしてたな毎日なんかしててなんか何もない時も何もない時なんてほぼないんだけど何もない時もなんか卒業 コンサートどうしようとか公演どうしようとかなんかこういうのにしたいとかそういうのをひたすら打ち合わせしてた時期だったなっていう感じで <laughs> だからめっちゃ楽しかったですすごく。いろんんななここう活動してきたけどやっぱりなんかこの自分で 思い描いてた通りに全部こう思い描いてたところに着地できるっていうのがすごい嬉しくてそうそれが結構私にとってはベストななんか綿密に立てた計画がこう一個一個クリアしていくのがいいよね。<laughs> INTP ってそうなのマジでなんかこうずっと考えててそのこうなんか絡まった事柄を一個一個こうほどいていくんだけどそれが上手にほどけた時に達成感がすごいしかも INTP ってこう,こうやってほどいたらほどけるだろうなっていう 大体のこの三段を立てて行動に移すので来年もいい年になるといいですねねそうだね来年もいい年になったらいいなと思います でも今年がいい年すぎて、来年は本当にアラブの石油王と結婚しないとちょっともう、トントンにはならない。<laughs> 今年を超えるには <laughs>、今年を超えるには <laughs>、城を買ってくれるイケメンと、あの、結婚 <laughs> 結婚したいなって <laughs> そう考えたら今年強すぎるな <laughs> え、そうそうでもそうじゃないそこもそういう感じにならないとあのー、超えられないよね今年を 実際今年は良すぎたそうだよねいやだから超えるにはどうしたらいいんだろうって考えたらなんか今年はみんなのおかげでそのお姫様になれた。 年だったんですよ本当にみんながこう協力してくれて私のためにたくさんお力添えをいただいて、まあ、小籔さんにもそうだしメンバーにもそうだしスタッフさんにもそうだしいろんな人が助けてくれて私はだからあのー、今年は姫になれたけど来年姫になるには いよいよあのー、城を手に入れなきゃ <laughs> いよいよ城を手に入れなきゃいけなくなってくるうん <laughs> いよいよねお城ですかうんお城でも私思うんです 自分の性格的にもうやきもきして「もういい自分で立てる!」って自分でなんとかしそう <laughs> これだから影響ないんだよねマジで「もういい!」って言って自分で何かしらのなんか油田を掘り当ててもうみんな立ててくれないのは知らないっつってそれで自分で なんとかしそう。<laughs> うん。あとなんか、その人と分け合いたくない。す <laughs> べてのことを <laughs> あれ <laughs> ど。どうしたどうした。<laughs> なんかその私の。 幸運をこう一人にと分け合いたくない <laughs>。私マジでうんいいんですよ。なんかなんとかなるんです。大体何かピンチになっても大体なんとかなるんですよ。で大体いいところにこう振ってこうなんだろう運が連れてきてくれる。 感じがしていていだからなんかそうね人と分け合えられないなって分けあわれん分け合い分け合いはうん分け合うことができないなって思って思っている。 でもさ、確率は収束するっていうじゃんだからさ今いい運を使ってる分さそのなんか老後がさんとかだったらやめてほしいなまんべんなくまんべんなく <laughs> そのなんかやりたいまんべんなくしたい <laughs> 平らにならしたい運のこの波波形を <laughs> そんなの嫌ですよね分けた分だけ運が出ていきそうねそんな感じするよね分かる分かる人生においてまんべんなくねそうそうそう。 したいなってあこれ2時に終わるねだからあの元気ですすいませんあのみんなのことを心配にさせたかもしれないんですけど自分で城を建てる計画を立ててるぐらいには元気なのでご安心くださいあのみんな心配してくれてねほんとありがとうえってかちょっと一個いい一個いい2024年の目標 大きな目標。ここで一回しか言わない本気の目標。いいですか来年、私は、えっと、28歳になるんですよ。<laughs> も,うもう隠すの無理来年、私は28歳になるんですけど、28歳になったら、もう、 さすがになんだ自分の感情に振り回されることはなったらいけないなって今までだったらその若いから許されてたけどなんかいよいよなんかいよいよだなっていう感じがしていてそうだから24になったら <laughs> 2歳にだったらあのいきますよ。 言いますからね。いいですか。<laughs> えー、メンヘラを卒業します。はい。二年連続卒業。多幸感あふれる日々を送りたい。そう。もうメンヘラ代表なんて言わせないです。誰が離れ目の魚側はみんなメンヘラだ。 っていう気持ちであの28歳はやっていきたいなっていう <laughs> えそう多幸感多幸感女になる幸多い女になるなんかあの子の周りハッピーだねって思われたいえー、何これ天丼ってあと少しそばが <laughs> 天丼かと思ったうん 多幸感もしもしそうだから2024年は多幸感オブザイヤー <laughs> 多幸感あふれる女オブザイヤー2024になりたいなと思います <laughs>。来年の目標は多幸感 <laughs>。だから多く幸せにならなきゃいけないんですよ文字通り。 これにはみんなの力が必要わかる俺ら何すればいいのって思うじゃんだからそばを離れないことだよね何があっても例えば私がアラブの赤油にコクって振られてもそばにいるわかる <laughs> コクるって夏 <laughs> うんうん, <laughs> なんかわかる だからラ石油とうまくいって城に住んでてもそばにいるなんなら城で働く <laughs> ねわかるみんなは何があっても私のそばにいて私を支えるこれ大事私もみんなの,その何だろうふだある辛いこととか悲しいことをこうやって笑いに消化できたらいいなと思ってるから 私ははもう来年はもう多幸感あの子の周りなんだか幸せっていう <laughs> なんか目指すはえー、っと目指す目指すはうんあの幸せあふれるそのなんかなんていうのひまわりの花ばたきみたいな。 るひまわりのお花畑みたいな <laughs> そうそうそう,そういうふうなえそうハピネスな会 <laughs> <laughs> ハピネスな会になりますのであのお願いします何を <laughs> 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 芸人 <laughs> ハピネスクイーンハピネスクイーンになりますはいだからみんなはハピハピメって呼んで <laughs> だから刃も虹色にするし <laughs> 耳にキャンドル刺すし <laughs> あの <laughs> 片っぽのケツザラザラにだってしてみる なんか幸せそうじゃない <laughs> ハッピネスえそうでしょうリバーシブルのケツ <laughs> え幸せそうですねわかる私もそうもうマジ幸せそう え、そう、リバーシブルケツあのそれからその来年2024年のあの、プログラム1番 <laughs> 幸せになるプログラム2番 <laughs> 多幸感あふれる人物を演出する <laughs> プログラム3番 <laughs> えっと耳にキャンドルを刺すプログラム4番にじばを添える。<laughs> でプ,ロ <laughs> プログラム5番「ケツをリバーシブルにする」<laughs> だからはいあの「ハピネス・オブ・ザ・イヤー2024」受賞中井梨香さんということでやっていきたいなと思います。<laughs> 急にね いなくなってごめんね。ブレーキ踏むとこ、うん。今今、<laughs> あみんな今だよ。このままいくとね、あの壁に突っ込むことになるから、<laughs> ね。ねかえりかちゃん、やれば虹なんだけどって、やればに虹やんだけどって言われたくなかったらみんなが止めるんだよ。 <laughs> アクセル全開ブレーキ壊しときますえじゃあもう最終的にはあのキャンドルハピネスになっていいってこと <laughs> 最終的にはキャンドルハピネス虹歯リバーシブルケツになっていいってこと <laughs> ねえ ねえもういいよ知らないみんななんてブレーキ踏んでくれないんだからプンプン7位がはるさん6位がチョロスケさん5位が本吉さん4位がけんしょうさん3位がさくらちゃん2位がゴリエムさん1位がプリモキバーガーです <laughs> はいじゃあちょっとあの リバケツになって帰ってて帰きますありがとうございました明日できるかな明日気が向いたらやるよ1日はね微妙明日はできたらやるいける明日は 明日はえ明明日はん明日んっていうかもう今日だけどね今日31日はできたらやるで1はえっとねどっちにしろ1かどっかにお正月配信したいなと思ってたのよだからえっとどっかではやる三が日の。 できなかったらあリカちゃんは気分が乗らなかったんだなと思ってでも私は正月配信したい気持ちがあってそうさすがにあのなんだカウントダウンとかはやらないけど疲れるから <laughs> 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 でも明日もできたらやるしまあ午前うん午後うん どうだろまあやって夜かなもしかしたら開けた後やってるかもしれない <laughs> このぐらいの時間にそうそうそんな感じでお願いしますじゃあね起きてたら相手てしてくださいまた親プリプリプリ。おやぷりぷりぷり